加茂中部軍隊の指揮をやってます宇川です。年齢は46歳です。加茂町の西口駅前で大和屋という料理屋をやってます。一番員の木田貴則です。年齢は43歳、職業は僧侶をしています。ちなみに番手賞いただきました。はい、2番員の山崎森彦と申します。住んでるのは、まず年齢は43歳で、住んでるのが今はプレステの鴨川に住んでます。で、職業は自営業で、河原で、壁紙、襖紙の製造をやっております。3番員の鈴木孝之です。年齢は39歳、職業は、わずかでお茶をしています。消防団に入団しようと思ったきっかけは、昔は地元に住んでるもう地域の門は18歳になったら全員入れみたいな感じで、まあ半ばご両親みたいな感じで入ったんですけど、入ってみたらやっぱりいろんな人と出会えて、もうつながりがもう大幅に増えました。そうですね、私が、消防団に入団したのはやっぱり先輩方が入っておられるので、また地域のことなので、それで一つでも自分が何かできるかなと思いまして、入団させていただきました。はい、私の場合は鴨でやっぱり商売させていただいているっていうのもあって、まあ、何かそういう災害の時とか火事の時とかで、まあ、一つでも役に立てたらなと思って、入団させていただきました。はい、息子が生まれて、地域に少しでも貢献できたらいいなと思いました。今までこう頑張ってきた成果を出したら必ず優勝できると思うんで、頑張っていきたいと思います。まあまあ、仲良くやってます。仲良くやってます。はい、まあ、弱いです。副団長の川野でございます。年は55歳、現在サラリーマンで大阪に勤務しております。加茂第一分団第4部の部長の西久保です。職業は、地方公務員の方をさせていただいてます。はい、加茂の第一分団第4部は新町地区と、船屋地区、この2つの地区が、協力し合って、まあ、1つの加茂の1の4という部を、構成している。まあ、非常に住んでいる地区は違えども、力を合わせて地域のために頑張っていこうという、そういった仲間が集まった部になっております。そうですね、消防団の方は正義を持っておられてですね、まあ、日々仕事をしている中で、消防団活動をしています。そういう中でそれぞれの考え方、年齢の方がおられますので、そういう人のですね、気持ちになって、活動していくというところが一つポイントになると思います。今回優勝した県についてはですね、加茂方面隊については傷がしになってから1回も優勝してないというところがありました。何回か悔しい思いを団員さんがされたと思います。で、その悔しい思いをですね、今回ぶつけてですね、優勝を勝ち取ったということです。でまあ、特にですね、要員さん、去年、前回ですね、出られた時にも悔しい思いされたということを非常に私の方へ言っていただいてですね、そう熱い思いが見つかったというところが、今回の優勝した勝因になったのかというふうに思っています。木津川市の消防団員もですね、非常にいい定員が厳しい状況になってきています。最近もですね、大雨による災害とかですね、消防団活動も非常に重要視されてきております。そういう中で一人でもですね、若い人が入っていただいて、地域の防災のためにですね、頑張っていただけたらいいかと思いますので、ぜひとも消防団に入っていただいて、地域のために頑張って、地域の輪の中でですね、また新しい活動を結びつけていただけたらいいかと思いますので、どうか一人でも多く入っていただきますよう、よろしくお願いします。
撤収。よし。